雪止まりの終着駅となっています。さあ、ここは愛媛県宇和島市 JR 予算線の宇和島駅です。今回はこの宇和島駅から松山駅を目指します。宇和島から松山までは一本で結ぶ特急列車が運転されています。今回はその特急に乗車していきます。新土地の日本特急機構、久しぶりの配信となりますが、最近は四国を一周する形で特急列車を複数ご紹介。残るは予算線の特急だけです。高松まで向かうためにまずは松山駅を目指していきたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。ということで、今日乗る列車はこちら、宇和島駅13時59分発特急宇和海18号の松山駅です。まず特急宇和海号は1990年に運転を開始した予算線の特急です。予算線の特急はかつては全区間を通して走るものがありましたが、今は松山で系統分離されています。そのうち松山から宇和島までについては特急宇和海号として走らせているようです。運転区間は全列車松山から宇和島までで1日16往復が運転されています。沿線的にも観光目的よりかは通勤・地域利用者が多い特急列車となるようです。四国編最初にご紹介した特急うずしお号と似たような感じとなっています。さあ、やってきました。こちらが今日乗る特急宇和海18号の松山駅です。宇和島駅の折り返しで、今日は2000系2両での運転でした。宇和海号は必ず2000系で運転されることが特徴です。足摺号も2000系が中心ではありますが、一部2700系でも運転されています。それに対して宇和海号は全てこの2000系で統一されているようです。両数は便によって異なりますが、2両から4両になっています。なお、この2000系は搭乗年度によって顔が異なりますが、それらがこのように混結して走ることもあるそうです。また車掌さんは今は乗務されていますが、今後ワンマン運転にする思惑もあるそうです。では乗っていきましょう。宇和島駅を発車、新土地の日本特急機構、特急宇和海号の旅がスタートしました。今回はこの特急宇和海18号で終点の松山まで乗車します。終点の松山までの所要時間は1時間と21分。かつては1時間半以上かかっていましたが、この2000系車両となり、所要時間も大幅に短縮されたそうです。この先途中は伊予吉田、宇野町、八幡浜、伊予大津、内子、伊予市に泊まっていきます。松山までは距離にすると 96.9km ですから、停車駅の数はちょうど良いくらいでしょう。ということで、今回は終点の松山まで特急宇和海号についていろいろとご紹介していきます。特に通過駅、停車駅の様子にはどんな感じなのか注目です。列車は宇和島駅の次は伊予吉田に止まります。途中は北宇和島、高光の2駅を通過します。この宇和島駅の先には車庫が設置されていました。宇和島までは非電化区間であるため、機動車しか留置されていません。そしてこの先しばらくは宇和島市内を走行します。宇和島市は愛媛県南部に位置しており、人口は約6万人の自治体です。西側が海に面しており、陸よりも海の方が面積は広くなっています。また市街地は主に宇和島駅周辺に集まっており、ただマンションはあまり多くなく、どちらかといえば一軒家だらけとなるようです。さあ、こちらは途中駅の北宇和島も通過します。この駅は淀線との分岐駅ですが、特急は通過となるようです。淀線は宇和島から久保川までを結ぶ路線で、予算線と土産線の頭文字を合わせて淀線となりました。 JR 四国では唯一特急列車が全く走っていない路線となっています。普通列車のみの運転です。ただ観光列車、特に新幹線の形をした列車も走っており、集客には努めていますが、なかなか厳しい経営状況が続いており、今後の在り方について議論されることになっています。なお、徳島線の特急剣山号にもありましたが、
JR 四国の特急は意外と分岐駅でも通過し、ターミナル駅で乗り換えを推奨することも多いようです。そして列車は宇和島市街地を抜けると、あっという間に景色は緑ばかりになってしまいます。宇和島市は宇和島駅周辺以外は基本的には山に囲まれており、ところどころ平地がある感じの自治体です。この宇和海号もトンネルをいくつか通っていくことになっています。ただ海沿いは視力感もあるため、その時にはちらっと海を見ることもできるようです。宇和海という特急ですから、海が見えないとやはり面白くはないでしょう。さて宇和島支社から7分、列車はまもなく伊予吉田に到着します。この駅は国鉄時代、予算線で急行が走っていた頃は停車駅になっていたそうですが、特急は長く通過駅でした。特急が全便停車になったのは2011年からとなっており、意外と最近のことであるようです。1日の乗降客数は約200人、駅周辺には吉田集落が広がっており、郵便局や学校も置かれています。なおこの駅は新潟県に吉田駅があるため、伊予の冠がついているのでしょう。四国は全体的に他の都道府県より後に鉄道が開業した例も多く、旧国名の冠をつけていることが多くなっています。景色を見ると駅周辺にはちゃんと住宅が建っていました。伊予吉田の次は宇野町に泊まります。途中は立間、下宇和の2駅を通過します。さあ列車の速度は落ちていますが、途中駅を通過しようとしているところです。予算線は単線区間がほとんどで、一線スルー化されていない駅も多数あります。そのような駅を通過する際はこのように速度を落としてゆっくりと通過することになるようです。駅の通過には比較的気づける特急と言えるでしょう。こちらは下宇和を通過。この駅は普通列車のみが停車の駅。1日の乗降客数は26人、特急停車駅とは大きな違いとなっています。駅周辺には小学校がある以外はほとんど何もありません。景色を見ると田舎の感じはよく伝わると思います。そして列車はポイントを通過しきったら加速していきます。特急なので加速性能は普通列車の何倍にも優れているようです。列車は宇野町を発車。この駅は全部の特急列車が停車の駅。1日の乗降客数は約500人、松山駅に近づくにつれて少しずつ利用者数も多くなっています。なおこの駅は西予市の代表駅でもあります。西予市は愛媛県南西部に位置しており、人口は約3万3000人の自治体です。周辺にあった4つの自治体が合併してできた新しい自治体となっています。ただ発足時より1万5000人も人口が減っており、過疎化が深刻な自治体でもあるそうです。さて列車は次は八幡浜に止まります。途中は上宇和、湯湯湧、二岩の3駅を通過します。列車はどんどんと加速しながら引き続き松山駅を目指していきます。景色を見ても駅を離れていくにつれてどんどんと家が少なくなっていきました。さあ列車は勢いよく伊予いわきを通過。この駅は普通列車のみが停車の駅。この駅に限っては一線スルー化されており、ここで反対の特急宇和海号とすれ違いました。宇和海号はダイヤに合わせて反対の列車と譲り合いながら走っています。そのような交換込みでこの所要時間結んでいますから、なかなか大したものでしょう。なおこの駅は毎年4月29日には駅周辺で宇和レンゲ祭りが開催されることから、その時は特急も臨時停車しています。1日の乗降客数は32人、平時の普通列車の利用者はかなり少なくなっているようでした。なおこの区間普通列車は3から4時間に1本程度の運転です。さあ列車は景色もなかなかいいところを走っています。この辺は標高が少し高く200メートルくらいあるそうです。さあこちらは宇太谷を通過。この駅の1日の乗降客数は62人、伊予岩池駅の2倍くらいいますが、駅周辺にはどんなところにでもある郵便局や市役所の出張所がある関係であるかもしれません。多少建物が他の通過駅より多くなっています。ただこの辺り結構坂も多そうです。
足腰は鍛えられるでしょう。そして駅を通り過ぎるとまた景色に緑が広がっていきます。短い間で景色がどんどんと変わっていくのがこの特急宇和海号となるようです。さて宇和島駅発車から30分、列車はまもなく八幡浜に到着します。この駅は愛媛県および四国最西端の駅です。また八幡浜市の中心駅でもあります。八幡浜市は愛媛県西端に位置する、人口は約3万人の自治体です。市といっても人口は3万人くらいしかいない自治体が多くなっています。また八幡浜市は柑橘類の栽培が盛んな地域で、温州みかんは全国にもブランド品として売り出しているそうです。さらに八幡浜港が有名で、年間約40万人が行き来しており、駅から徒歩5分のところに位置しているそうです。なおこの駅は全部の特急が停車の駅、1日の乗降客数は660人で、どんどんと利用者は増えていきます。普通列車も松山方面からここで折り返す便も走っているそうです。この列車からも11分乗り換えで普通列車に接続しています。ホームは2面3線の構造で、ちゃんと駅舎側に到着するようです。乗ってくる人も何人か見られます。八幡浜の次は伊予大須に泊まります。途中は木岳、伊予平野、西大須の3駅を通過します。予算線はもともとの駅間が長いことからも、特急列車の連続通過の数はそこまで多くありません。だいたい 2,3 駅くらいとなっています。しかしこの先松山駅に近づくにつれて駅間も短くなり、その分通過駅の数も増えますので、ここは注目です。また景色は相変わらず山っぽい感じがずっと続いています。なかなか海は見られません。ただ駅が近づくと栄えてくるようです。この辺りの地域は車を使う人がほとんどだとは思いますが、なんだかんだ栄えているのは駅周辺となっています。今の鉄道の利用状況からしたらとても皮肉なことでしょう。ということでこちらは伊予平野を通過。この駅は景色を見ても平野な感じはしませんが、あくまで読み方は平野です。1日の乗降客数は56人、列車の停車本数は増えていますが、利用者数はあまり増えていません。なおこの駅周辺には平野の集落があり、小学校、中学校、郵便局、また幼稚園まであります。景色を見ても学校みたいなものが駅周辺に広がっていました。なおこの駅は一線スルー化されていなく、一時減速していましたが、ポイントを渡り切ったら再度加速していきます。列車は伊予大須を発車。この駅は全部の特急列車が停車の駅です。予算線には観光特急の伊予灘物語も走っていますが、そちらも停車しています。そしてこの駅は大須市の中心駅でもあります。大洲市は愛媛県南予地方に位置しており、人口は約3万8000人の自治体です。やはり人口は3万人くらいとなっています。盆地の地形が特徴で、駅周辺は山に囲まれている自治体であるそうです。そして伊予大洲駅、1日の乗降客数は約1900人、急に増えています。そのため伊予大洲からも松山方面へ始発の普通列車が走っているそうです。ただ栄えているのは意外にも駅周辺だけで、駅を離れるとまた田舎の景色になっていきます。さて列車は次は内子に止まります。途中は新谷、北山、伊香崎の3駅を通過します。この伊予大洲からは予算線は二手に分かれており、宇和海号は距離が短くかつ線形が良いため、高速で走ることができる新線経由で走っていきます。9線については有名な下灘駅を通るルートですが、利用者はあまり多くないそうです。普通列車と観光特急しか走っていません。さあ列車はかなりハイスピードで走っています。特急宇和海号の最高速度は120キロ、この2000系は130キロ運転に対応している車両ではありますから、少し力を持て余している状況であるようです。予算線ではさらなる高速化も要望されていますが、今のところその予定はないそうです。 JR としてはこれだけ加減速で優れた車両が走ればもう十分ということでしょう。宇和島から松山までを1時間半切って走っているのはなかなかなことだと思います。
さ列車は減速していますが、こちらは新谷を通過。この駅は普通列車のみが停車の駅。1日の乗降客数は約200人。硫黄洲からは松山への通勤圏内に入っており、利用者はどんどんと増えていきます。駅周辺には小学校や中学校だけでなく高校もあることから、学生の利用者も多いのでしょう。またこの駅は銀河鉄道999の始発駅ともされており、市はそこからも街を盛り上げようと試みています。そして駅を通過すれば列車はどんどんと加速。新鮮なので線形もよく、駅間ではちゃんと速度を出すことができるようです。そしてこのような新鮮あるあるといえば、トンネル区間、まっすぐ通そうとなるとやはり大体は障壁となるものがあるため、そういうものはこのようにトンネルを貫き通して解決してきたようです。こういう貫き通す系のトンネルは、これまで通ってきた区間よりもだいぶ距離が長いものとなっています。さて、宇和島発車から53分、列車はまもなく内子に到着します。この駅は内子町の中心駅です。内子町は愛媛県南予地方に位置しており、人口は約1万4000人の自治体です。町ではありますが、予算線の新線が通った結果栄えてはいます。1日の乗降客数は約1200人。また全部の特急列車が停車しています。なお、この硫黄洲から内子までは実は予算線ではなく、内子線という別路線の名前が付けられており、またこの駅を境に再び予算線に戻るそうです。なお、この駅は配線的には高速で通過できるようになっていますが、実際は通過する特急列車はありません。また珍しく途中駅では高架区間となっています。内子の次は伊予市に停まります。途中は伊予立川、伊予中山、伊予大平、向原の4駅を通過します。初の4駅連続通過で、伊予の冠がつく駅も多くなっています。そしてトンネル区間も引き続き走っていくようです。予算線は駅間が長いところも多いですが、松山に近づくにつれて駅間が短い区間も増えていきます。ただそうは言っても、 7km も駅間が離れているところもあれば、その隣が 2km なこともあるなど、意外と駅間はバラバラであることも特徴です。さあ、こちらは伊予中山を通過。この駅は一部の特急列車が停車の駅。かつてはほとんどの便が止まっていましたが、利用状況があまり良くなく、今は1日3往復のみの停車となっています。1日の乗降客数は約200人。この駅は普通列車も多く走っており、おそらく特急の本数の割に利用者が少ないため、停車本数が削減されたのでしょう。そして駅を通過して入ったトンネルが JR 四国最長のトンネルとなっており、だいたい 6km ぐらい続くそうです。さて、宇和島発車から1時間と10分、列車はまもなく伊予市に到着します。なお、この一駅の手前、向原駅で予算線の急線区間は合流しています。やはり北宇和島駅と同じく、予算線は合流駅は利用者が少ないため、特急は通過となるようです。この駅は伊予市の中心駅です。伊予市は愛媛県中予地方に位置しており、人口は約3万4000人の自治体です。愛媛県は全体的に伊予と呼ばれている地域ではありますが、その看板をもらった自治体となっています。海に近いことが特徴で、市街地も海側に位置しており、伊予市駅からも海にはすぐ出られます。なお、伊予市駅は予算線の運転拠点にもなる駅です。この駅から松山方面にはさらに多くの普通列車が走っています。また急線経由の列車も一部ここで折り返すことがあるそうです。1日の乗降客数は1084人。この駅は JR 線だけでなく、私鉄の伊予鉄もここまで乗り入れしています。伊予市の次は終点松山に停まります。途中は鳥の木、伊予横田、南伊予、北伊予、市坪の5駅を通過します。この5駅連続通過が今日一番の連続通過であり、ここからが特急列車の力の見せ所と言えそうです。普通列車および伊予鉄に関しては各駅に停まりながらのんびり向かいますが、宇和海号はたった11分で結んでいきます。普通列車の半分くらいの所要時間となるようです。またこの先は多くが市街地の区間であり、景色にもたくさんの建物が見られていました。
こちらは鳥の木を通過。この駅は1986年に開業した比較的新しい駅です。開業時から無人駅ではありますが、1日の乗降客数は356人、伊予市を境に利用者も増えていました。この駅周辺はかつては田んぼだらけであったそうですが、宅地化が進んだそうです。これはなかなかいいことでしょう。またこの地域からは多分車を使うよりも列車を使った方が松山には早く出られると思います。線形も良いため列車もかなりハイスピードで走っていました。おそらく最高速度でしょう。若い号はもちろん全区間乗っても面白いと思いますが、この伊予市から松山までの一区間だけでも十分楽しめると思います。自由席なら料金はワンコイン以下の区間です。そしてこちらは松山運転所付近を走行しています。松山運転所はかつては松山駅周辺にありましたが、高架化に伴ってこの辺りに移動してきたそうです。また貨物駅に関しても移転してきました。それに合わせて南伊予駅も開業しています。武山線は宇和島から伊予市までは非電化区間でありますが、この伊予市から松山、そして高松まではすべて電化されています。ただ特急列車はあくまで松山で系統分離されているようです。さあ、北伊予駅を通過しながら停車している普通列車ともすれ違いました。この武山線の宇和島から松山までの区間は特急列車はかなりスピードを出し、画期的な区間ではありますが、車両は全体的に古めの車両が多いことが特徴です。今後もその傾向は続くのではないかと推察されます。一線するかされているせいか、減速の必要がなくどんどんと先に進んでいきました。そして大きなスタジアムが見えてきましたが、こちらは坊ちゃんスタジアムと呼ばれているものです。公園の中に置かれていますが、プロ野球の試合誘致も盛んに行われており、かつてはオールスターゲームも開催されたそうです。またそのような利用者が多いことも踏まえて、スタジアムの最寄り駅である一坪駅も改修されました。現在もイベント開催時には一部の特急列車が止まったり、あるいは普通列車の臨時が走ったりすることもあるようです。なお松山運転所が松山駅より先に移転したので、前よりも臨時列車は走らせやすくなったと思います。なお駅周辺はポイント通過で若干減速していましたが、再度加速していきます。この後は高架区間なども走っていくようです。目的地松山もあと少しのところに位置しています。さて、宇和島発車から1時間と21分、列車は間もなく終点の松山に到着します。この駅は松山市の中心駅です。松山市は愛媛県中部に位置しており、愛媛県の県庁所在地で人口は約50万人います。愛媛県は松山に人口が集中しており、それ以外の地域の人口はだいぶ少なくなっているようです。なお松山については、 JR のターミナル駅は松山駅でありますが、伊予鉄は離れた場所で松山市駅としてターミナルを持っています。繁華街に近いのもそちら側になるようです。そして今回の宇和島から松山までの特急宇和街号の旅、予算線の非電化区間を走る特急で、意外と歴史は浅い特急でした。また景色は海は少ししか見られませんでしたが、車両性能を生かした加減速が盛んに行われており、特急らしさはよく出ていたと思います。さらに途中の停車駅は路線の中では利用者が多く、逆に通過駅はほとんど利用者がいないことも特徴的でした。これは特急街道らしいところとも言えるでしょう。さらに観光地は少なく、観光客は少ないと思いますが、通勤や生活利用者、あるいは観光客で宇和島から松山まで通過で利用する人には便利だと思います。なお終点の松山駅は高架化工事を行っており、これはもうそろそろ完成するそうです。またとある事情で到着は非常にゆっくりとなっており、駅手前で止まることもあります。さあ、この松山からの上り方面の予算線は引き続き特急潮風一筋号に乗り換えすることとなります。この予算線の特急はかつては全区間で直通運転を行っていましたが、今は松山駅で系統分離されています。ただ松山駅での乗り換えを可能な限り楽にするため、なんと同じホームに特急列車10列停車しています。
そのため階段を渡ることなく乗り換えでき、しかも改札も同じホーム上にあるそうです。このように縦列停車するため、宇和海号に関してはゆっくり停止することとなっています。しかし普通列車については別のホームから発車します。なお乗り換え時間は便にも乗りますが、今回乗った宇和海号から特急潮風石鎚号には8分で乗り換えできるそうです。大体はこの2つの列車接続しており、料金も計算されています。特急機構は毎週配信、次回は特急石鎚号で高松駅を目指していきます。準急よりも遅い西武線の快速に乗ってみた。次回は小手差駅から池袋駅まで西武池袋線の快速に乗っていきます。朝と夜を中心に走っている西武池袋線の快速電車、ただ所要時間が準急よりも長くなってしまう便があるそうです。一体なぜなのでしょうか。西武池袋線の快速までが停止の駅もご紹介しながら見ていきます。お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。